第5回は「アヘン戦争と江戸幕府」18世紀後半から産業革命が進展したイギリスは中国市場に注目し自由貿易の実現のために施設団を派遣しし交渉しますそれが失敗に終わると武力で実現させようとアヘン戦争第2次アヘン戦争まで引き起こしました。 自由貿易帝国主義とも称せられるこのようなイギリスの動きは日本にも多大な影響を及ぼしましたまず江戸幕府の解剖政策との関係を見てみましょう18世紀末ごろから異国船が日本近海に出没する事件は多発し幕府は異国船対処の対外令を4回打ち出しています完成令 文化令、文政令、天保浸水霊です。このうち、1と2は、北方からのロシア船に対するもので、食料と水、薪などの必要な物資を与えて規範させる恩賢策です。それに対して、3の文政令は、外国船が沿岸に姿を現せば、ためらうことなく大砲を撃て、 という強硬策であり、異国船打ち払い礼、もしくは無二年打ち払い礼と言われました。このような強硬策への転換の背景には、フェイトン号事件、大津浜事件、宝島事件といったイギリス船の横暴な事件が続いたことがありました。また、幕府はオランダ風雪がきによって1823年の時点で、 イギリスのインド植民地化を知っていましたこうしてイギリス脅威論が日本を支配するようになり幕府はとうとう文政8年1825年無二年打払い令を出すに至るのですこの超大国イギリスを想定した強硬姿勢は17年後天保浸水令によって終わりを迎えます それはなぜでしょうか。きっかけになったのはモリソン号事件とアヘン戦争情報です。まずモリソン号事件について。天保八年1837年、マカオから来た一隻の外国船が裏側に姿を見せましたが、裏側の砲台からの発砲を受け、船は帰帆。 鹿児島にも入港を試みましたが、同様に発砲を受けてマカオへ規範しました。無二年打ち払い令による当然の措置として、格別の議論は起きませんでした。しかし翌年、オランダ風説書きが驚くべき情報をもたらします。そこには日本に対する次のような強い抗議が示されていたのです。 日本人漂流民の送還を目的にマカオ出航時に意図して大砲を外した非武装船に対し有無を言わさぬ発砲は極めて遺憾である。モリソン号はアメリカ商船ですがこれをイギリス船とする誤報が混入していましたが報復のためにイギリス海軍が来航するのではないか とイギリス教威論が増幅されることになりました時の老中水野忠邦はモリソン号の再来航も念頭において打ち払い令の是非も含め漂流民の取扱いを検討させます水野は 打ち払い例の適用がすでに時代の潮流に合わないことを見抜いていたようです。しかし、表情書は長崎武行が提案した漂流民の護送をオランダ人に依頼するのも不可とした上、打ち払い例を継続するのが死闘と結論付けました。水野はまた、 江戸湾防備の改善強化に乗り出し伊豆諸諸島島や小笠原諸島の調査も実施させました。下総相模伊豆などの沿岸を調査した伊豆・韮山大官の江川秀達は防備強化の対策を抜擢へ上申しましたがこれまでの政策を大きく変えるまでには至りませんでした。 ところでモリソンを捕らえに関する情報は幕府の機密事項でしたが表情書記録方羽賀一三郎の手により彼の蘭学関係仲間少子会へと密かに伝わります。少子会とは万社とも言われる蘭学研究グループで「中心は 武津水沢出身の蘭学者高野長英と三河原藩年寄役渡辺山でしたメンバーの中には環状吟味役河内俊明や伊豆韮山大官の江川秀達などの幕臣たちの顔もありました。 孫悟事件の情報がメンバーに伝えられると長英は墓術夢物語を表して国際的道義上の観点から打ち払い令を批判し火山は新気論を記し解剖的視点から鎖国政策を批判しました幕府に対する彼らの捨て身の警告も何ら実を結ぶことはありませんでした。 天十年1839年5月二人は小笠原の無人島に渡航を企てたという事実無根の罪によって逮捕投獄されますいわゆる社の獄です彼らの鎖国批判は爆破体制を揺るがす不穏の論として排斥されたのでした。ところが この事件からわずか一月後、幕府の対外政策は大きな転機を迎えます。6月24日、オランダ船が長崎に入港。オランダ風雪書きによって、アヘンをめぐるイギリスとシの緊張関係を伝えるニュースが伝えられたのです。それによると、新政府が、 イギリスのアヘン密売を禁止してイギリス商人が販売用に貯蓄していたアヘンもすべて新政府により没収されたといいますしかしこの情報は他の情報にさりげなく加えられていたにすぎませんでしたしまたこの時点では開戦前だったこともあり幕府はこの情報に対して 特に反応していませんしかし翌年のオランダ風雪書きはイギリスが真に派兵したことを伝えていますまたこの時の報告は重要性も高いというオランダ商館長の判断で別段風雪書きも付加されており水野忠邦もようやくこの事件に目を向けるようになったのでした。そして 別段風雪書きだけでなく来航の中国船から当風雪書きで直接情報を得ながら幕府は状況の本格的調査に乗り出します指示した調査項目は軍艦兵卒兵器の数種類から軍略傭兵の様子まで微細にわたりました水野は、 やがてイギリス海軍が長江を遡り大運河と交差する中国最大の食料運搬ルートを封鎖すると判断それを江戸に入る海線ルートの封鎖に読み替えました浦賀水道で外国船が一隻でも封鎖行動を取れば物資運搬が阻止され大消費都市江戸はパニックに陥ります。 こうして、天保13年、1842年8月28日、老中水野忠国は強硬な打ち払い令を撤回し、穏健な天保浸水令に政策転換したのです。それは、アヘン戦争終結の南京条約が締結される前日のことでした。アヘン戦争勃発のニュースに、 いち早く接し、早急な西洋式法術の習得の必要性を幕府に強く訴える意見書を、長崎武行田口義行に提出した人物がいます。長崎町年寄高島周藩です。長崎町年寄とは、身分は町人ながら、 長崎奉行及び大官を補佐する町役人ですその役目には出島に設置された砲台を管理し異国船が侵入した場合には砲撃を担当することまで含まれていました高島家は代々町年寄りを世襲する名家で宗藩はその11代目です 私的貿易である脇に貿易で潤い10万石の大名に匹敵するほどの富を蓄え長崎の大村町には広さ1,024坪の邸宅を構えていました宗藩は以前から長崎町年寄という役目を利用しオランダからいくつかの大砲を個人輸入しその打ち方や砲弾火薬の製造方法を研究していました。 そのため、西洋の武器がいかに進んでいるかをよく知っていました。さらに、長崎の訓練地や出島の砲台などで実地訓練も行い、そのノウハウを西洋式砲術、高島流砲術としてまとめていました。その流儀は訓練や秘伝書を通じて少しずつ伝わり始めていました。 そうした最中に、アヘン戦争が起きたため、藩は決死の覚悟で、西洋式法術の早急な導入を幕府に訴えたのでした「宗人が幕閣に対して国防に関する意見を述べるなど一つ間違えば懲罰者だった時代にです宗藩からの意見書を受け取った長崎武行田口義行は 西洋式法術に関する宗派の知識や技術を評価していたこともありすぐさまこれを老中水野忠国に届けました解剖改革に早急に着手しなければならないと考えていた水野はその意見書を目付一同に読ませ評議にかけます。その結果幕府は 早速宗判を長崎から江戸に呼び出し西洋式法術の威力を確かめることにしたのです。天保12年1841年5月9日板橋塾近くにある幕府の法術練習場徳丸ヶ原に高島宗判率いる100人の西洋式法術隊が整然と並びました。 これを見学するのは老中水野忠邦をはじめとする幕府の重臣や幕府鉄砲方らそうそうたる顔ぶれでしたホライの合図とともに演習がスタートその日は風が強い上に小雨も降るという悪天候でしたが宗派たちは見事な演習を披露轟音を鳴り響かせる強力な火力 歩兵、騎兵砲兵を組み合わせて舞台展開するという組織的で迅速な戦術初めて目にする西洋式砲術の実演に見学者はどぎもを抜かれますちなみに徳丸ヶ原は現在の高島平もちろんその名は高島周藩に由来します。水野は、 西洋式法術の威力を知りますそして西洋式砲術は解剖改革に必要と判断し宗派に対し幕臣に高島流砲術を伝授するように命じますただし他の者への伝授は禁止しました諸藩に伝わるのは危険だと考えたのです。 しかし翌天保13年1842年6月になると幕府は西洋式砲術の独占を解除しますこの突然の方針転換の裏にはオランダ戦からもたらされた「アヘン戦争情報」がありました。前年、遭難ししたたためオランダ戦は入港しなかったので、 この年のの年年オオラランンダダ戦は、2年分風風雪雪別段風雪書きを提出しました。そこには清を圧倒したイギリスが香港島に軍隊を駐留させていること関東や台湾を掌握したことさらに日本にも軍を進める可能性があることなどが書かれていました。 アヘン戦争はもはや対岸の火事ではなくなったのです幕府は異国船打ち払い令を撤回し大和な天保浸水令に転換するとともにもはや自分たちだけでイギリスの動きに対処することは不可能ではないかという思いを強くしますそして解剖をより強化するには幕府だけではなく 諸藩にも強力な西洋式砲術を学ばせなくてはイギリスににち打でできなないと考えるようになったのです間近に迫った外からの脅威を前にした幕府は諸藩任せやその場限りだったこれまでの対応を改め西洋式砲術を活用した積極的な解剖改革を進めていこうとしたのです。 しかし10月この流れに水を差すかのような事態が発生します解剖改革で重要な役割を担っていた高島周藩が突然逮捕投獄されたのです容疑はオランダ人と通じて無本を企てているというものでした通説では裏で糸を引いていたのは鳥居要造鳥居は 水野忠国の腹心の江戸南町奉行で天保の改革において非常に厳しい市中取締りを行いおとり捜査を常等手段とするなど剣謀術数にも長けていたため当時の人々からは「妖怪」とあだなされました「妖蔵の「妖」と官位の「甲斐神の「甲からのネーミングです。 鳥居は同じ頃、庶民に人気の高かった北町武行の富山の金さんこと富山影本とも対立して、水野と手を組んで富山を官職に追いやります。翌年、解剖改革の推進役を担っていた老中水野忠邦が、天保の改革の失敗で力を失い、悲鳴されたことも、 解剖改革の機運を駆じく大きな痛手となりました。推進力を失った解剖改革の動きは、本格化する前に失速してしまったのです。しかし、水の辞職と入れ替わるように、天保14年1843年うるう九月に老中に加わったのが、若干25歳のビンゴ。 福山藩主安倍正宏工下2年には首席老中となった安倍は水野の築き上げた解剖政策を批判的に引き継ぐことになります逼迫する財政難の中安倍は人材育成と解剖組織の改変に取り組みますそしてこの安倍首席老中のもとで 日本はペリー来航に直面し日米和親条約を締結し開国を実現するに至るのですでは次に第二次アヘン戦争と日米修行通商条約の締結の関係を見ることにします。日米和親条約の調印を受けて安政3年1856年7月21日 アメリカ総領事としてタウンゼント・ハリスが下田に到着します。ハリスの使命は日本との間に通商条約を締結し正式な国交を開くことそしてその実現のため江戸への出布と将軍への謁見を要求するようになります。こうして日米交渉は第2段階に入るのです。 ハリスが来日してから2ヶ月後の安政3年1856年10月新国でアアロー,ゴー事件、第二次アヘン戦争が起きます。現地のイギリス海軍は関東の市街を砲撃イギリスは軍隊の増派を決定しフランスもイギリスと行動を共にします。この絵は上陸を図る イギリス・スフランス連合軍です第二次アヘン戦争勃発のニュースを受けて政府内部の通称反対派も許容論へ転じますそして安政4年1857年6月17日安倍政宏が病死し7月23日上位論者の徳川成明が幕政参与を辞任。 ホッタが実験を握ることになり、政府内部の通称許容論は確定的になります。この間、ホッタはハリスの強硬な丈夫要請を受け入れ、10月21日、ついにハリスが江戸城に途上し、将軍イエサに越見。アメリカ大統領ピアースの審証を提出し、公式に、 通商条約交渉の開始を要求したのですこれは条約交渉のため江戸城を訪れるハリスを描いています同年末、本国から増援を得た英仏連合軍が関東に総攻撃を開始し新国情勢は危機的状況となってきます 通商条約の必要性を力説するハリスに対し、堀田正義をはじめ、抜格は、通商条約締結はやむを得ないと考え始めていましたが、ことがあまりに重大なため、判断を先延ばしにしていました。通商条約締結の希望を提言して、1ヶ月経過しても、 一片の変書も与えない幕府に業を煮やした。ハリスはこう言ってホッタを恫喝します。日本政府。もし鎖国の牧師を選ばば。世は断然。帰職を徹して帰国。船のみされば平和の使者に代わって、来たらんものは幾体の軍艦ならん。日本の名物を覚醒せん者は。ものは放映。ダウンの他はあらず。 驚いた堀田は下田奉行井上清直と幕吏のうち最も春菜で解明的で外国通でもある目付岩瀬忠成を急遽全権委員に任命し条約交渉にあたらせることにします。12月1日に始まった会談は翌年1月12日まで13回にわたって行われました。 交渉過程で、日本側は、後に大問題となる領事裁判権、協定関税制、再慶国待遇条項などについては、異議を申し立てませんでした。それが、日本側に不利益を招くというところまで、国際関係についての具体的な知識がなかったからのようです。しかし、京都の開始… 外国人が国内を自由に旅行して小取引を行う内地通商権については、岩瀬・井上が絶対に譲れないとしました。このままでは、両国の間に一大紛争が引き起こされるかもしれないと脅しをかけるハリスに、岩瀬らは、この2点を外国人に許したために日本に内乱が起きるくらいなら、 外国との戦争も辞さない、と毅然と言い放ったのです。そして、ハリスはついに、この二つの問題に譲歩するのです。ハリスとの日米会談は、安政5年、1858年1月12日に終わり、あとは調印を待つばかりとなります。残るは、直挙。形式とはいえ、今日の帝の許可を得ないでは、 全ての条約は成立発行しませんそれまでの幕府であれば自後承諾で済ませたでしょうが堀田は通商条約の調印に反対する諸大名の説得のために天皇の勅許が必要だと判断しました容易に勅許が得られると考えていた堀田はハリスと交渉して条約調印予定日を 2ヶ月後の3月5日とした上で1月21日川路俊明岩瀬忠成らを伴い京に向かいますしかし入京した堀田は直居を得るべく朝廷工作を行うも失敗天皇の直居は得られませんでした3月20日になって下された直上は 通称条約調印問題については御三家以下の諸大名の意見を聞いた上で改めて願い出るようにというものでした主席老中堀田正義の京都工作の失敗は幕府にとって外交上の危機であり同時に内政上の危機でもありました幕府は内政外交とも朝廷から委任され幕府が 朝廷に伺った事項はそのまま承認されており今回のような不承認はそれまでの幕府朝廷の関係では考えられないことだったからです4月20日堀田は失意のうち江戸に戻りますこの南極にあたり登場するのが幕府の切り札伊、e. 直介堀田が江戸へ帰着した3日後の安政5年 1858年4月23日将軍家天は彦根35万国の藩主で不代大,大名のリーダー井伊直介44歳を大老に任じました大老は上智の職ではなくそれが置かれること自体が非常事態宣言です家定も井伊直介も条約調印が天皇からすぐには承認されずまた 将軍軽視問題も一橋派と南紀派が激しく対立し紛糾している現状を非常事態と認識したのですホッタがハリスに約束した調印予定日は3月5日、すでに1ヶ月以上過ぎていますい E は直ちに通商条約調印問題に取り組みます4月25日、イエサダは初代名に 途上明治3月20日の直上開示した上でこの度通商条約調印について天皇が諸大名の周囲をお聞きになりたいとのことなのでよく考えて各自の意見を早々に申し立てるようにと達しました。これに対し明確に調印反対を表明した大名はいませんでした。 こうして直上に言う諸大名の祝儀を取りまとめる一方直輔は将軍警視問題の決着を図ります。5月1日直輔は家定から「警視を紀徳川家の当主義富後の家持」とする決心を伝えられ6月1日将軍慶視内定の公表を決意しその時期を 6月18日と算段します。直介は、天皇の直居を得ることを前提に対策を練って、ハリスへの回答を引き延ばしていましたが、異変が生じます。軽視内定の公表予定日前日、ハリスがポーハタン号に乗って江戸案内の横浜小芝沖に姿を現し、 堀田に至急会見を求めたのです6月13日と15日に相次いで下田に入港したアメリカ軍艦ミシシッピー号とポーハタン号から第2次アヘン情報16日に入港したロシア軍艦からセポイの反乱情報がハリスのもとに届けられたことを受けてのことでした。 ハリスにもたらされた情報は次のような内容でした「イギリスはインドのセポイの反乱をほぼ沈定し第二次アヘン戦争も英仏連合軍の大勝に終わりすでに天津条約も結ばれたその余勢を勝って英仏両国が日本に大艦隊を派遣し通商条約を要求する可能性も十分に考えられる。 と報告を受けたハリスは幕府に通告します。これ以上調印を引き延ばすようなら戦勝の余勢を勝った英仏軍が落ち寄せ屈辱的な条約を結ばされるだろうと。事態の急変を察した幕閣は直ちに井上と岩瀬を小芝沖に向かわせ翌 6月18日早朝、ポーハタン号場でハリスと会談に及びます。席上ハリスはこう述べました。このままでは口の出しようもない。調印が済めばアメリカとの条約書を示して、断判の基本も立つ。もし英仏が暴論を吐くようであれば、私が間に入って同盟のよしみで相手の号場をくじき、 条約を示して説得もしようしたがって英仏両艦隊が来着する前に是非とも日米条約を調印したい会談の最後に岩瀬は条約を調印すれば英仏がいかに出ようともアメリカが終戦しようと受け負ったハリスの言葉を証拠にするため証書にするよう頼みますハリスは これを心よく引き受けサインして少々渡しましたこれをもって急ぎ江戸に帰った両人は会談の内容を報告抜角ではこの話をもとに協議が行われます大老井直介はもともと町院には直挙が必要だと考えていましたしかし閣僚の多くは井井の考えに反対で同調したのはわずかに 若年寄の本田忠則のみでしたやむなくい、e、いは直居を得るまで調印を引き延ばすよう悟した上でどうしても晩やむを得ざる事態に至った場合には直居を待たずに調印するも仕方なしとの内諾を両人に与えたのです当初から調印以外のことは考えていなかった井上と岩瀬にとっては まさに一大好機でした井上岩瀬はその足で神奈川沖に停泊するポーハタン号に赴き直ちに日米修好通商条約に調印します安政5年1858年6月19日午後3時日本が列強と通商関係を初めて結んだ歴史的な瞬間でした この条約がいかに緊迫した状況の中で締結されたかを1858年に絞って整理しておきます。1856年に始まった第二次アヘン戦争は、この年の1月、イギリス軍が甲州を占領。北上し、5月天津に進撃すると、6月、清朝は天津条約を結びます。日米修好通商条約が結ばれるのは、 この翌月、この条約の第4条には、アヘン輸入禁止がはっきりと盛り込まれていました。そして、この条約を受けて翌月に締結された日英修好通商条約にも、アヘン輸入禁止条項は盛り込まれました。一方、11月にイギリスとシの間で結ばれた通商協定では、アヘンが公認されたのです。 日英修好通商条約を締結したイギリス代表はエルギン博匿名全権施設として中国へ派遣されアロー戦争でイギリス軍を指揮して清軍を撃破天津へ進撃し天津条約を締結させました。そのの翌月の7月7 30日、 エルギンは上海を4隻の艦隊で出発し、8月12日に品川沖に到着します。そしてすぐに通商条約締結交渉を行い、8月26日に日英修好通商条約を締結させたのです。エルギンは江戸での交渉以前に下田でハリスから日米修好通商条約を示されていたので、 その初期定の多くを踏襲しましたアヘン輸入禁止規定もその一つですエルギンはこの後1860年にあの延命園の破壊を命じた人物ですそんな強硬な彼も日米修好通商条約には縛られざるを得なかったのです以上見てきたようにアヘン戦争はそれまでの 強硬な異国戦打ち払い令を穏健な天保・浸水令に転換させるとともに、西洋式法術の導入など、巨国一致での解剖改革に向かわせることになりました。また、第二次アヘン戦争は、アメリカ総領事ハリスの強硬な通商条約締結要求、そして日米修好通商条約締結につながりました。 このように2つの戦争は江戸幕府の解剖政策外交政策に決定的な影響を及ぼしたのです。